皆さんこんにちは。白夜行でおなじみの綾瀬はるかさん、ジェシーと綾瀬はるかが海外で極秘結婚式を挙げていた実態、結婚と妊娠を発表する時期、ストーンズの人気メンバーが脱退して解散秒読みの現在といったさまざまな謎について紹介します。まずは綾瀬はるかの経歴とプロフィールから紹介します。綾瀬はるかは日本の女優、ホリプロ所属、広島県広島市出身、安佐南区で育つ、実家は農家で野菜を季節ごとに全般的に作っている。2000年第25回ホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞し芸能界デビュー。受賞当時は多出丸綾の名義であり、後に綾瀬はるかの芸名で活動を開始する。2001年日本テレビ系ドラマ金田一少年の事件簿で女優デビュー。2003年フジテレビ系ドラマ僕の生きる道で初の連続ドラマレギュラー出演。2004年 TBS 系ドラマ世界の中心で愛を叫ぶのヒロインに抜擢される。2005年年末に第47回日本レコード大賞で司会を務める。2006年3月24日小林武史プロデュースによるシングルピリオドで歌手デビュー。オリコンチャート初登場8位を記録。2007年日本テレビ系ドラマ蛍の光で初の連続ドラマ単独主演。2010年にパート2が放送、2012年に映画版が公開されるほどのヒット作となる。2013年八重の桜で NHK 大河ドラマ初出演及び主演。年末に第64回 NHK 紅白歌合戦で紅組司会を務める。2015年出演作海外ダイヤリが第68回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に正式出品される。年末に第66回 NHK 紅白歌合戦で2年ぶり2回目の赤組司会を務める。2016年 NHK 制作の大河ファンタジードラマ精霊の守り人にて主人公バルサ役を演じる。短槍使いの用心棒という役柄から盾も披露。第1シーズンから第3シーズンまで演じる。2019年第70回 NHK 紅白歌合戦で4年ぶり3回目の紅組司会を務める。2022年元彼の遺言状でガツ Q初出演及び初主演。フジテレビの連続ドラマへの出演はガオアオ三好以来14年ぶり。2023年映画レジェンドバタフライリボルバーリリーでの演技が評価され第48回報知映画賞主演女優賞を受賞した。ホリプロスカウトキャラバンには友達に誘われて参加した。その気になった理由は部活を休むための口実だった。特技ではやることがなかったので学校で流行っていたウサギの真似をした。バラエティ番組に出演する際に特技として披露することもある。芸名はインターネット上で公募し応募された1万6000件の中から本人とスタッフで選び2001年2月28日に綾瀬はるかに決定した。2004年頃まではグラビアモデルとしての活動を主にしていた。写真集や週刊誌のほかコスモエンジェルなどのローカル番組での体当たりのキャラクターが人気を博した。しかしデビュー後1年で仕事に対するストレスなどから約7キロ体重が増えてしまい、ビューティーコロシアムでダイエットに失敗したら引退するという企画にグラビアアイドルの肩書きで参加。1ヶ月と3週間で8キロ以上のダイエットを敢行するといったこともあった。その後俳優として評価されるにつれてグラビアの活動は減ったが、現在も週刊誌などに登場することがある。世界の中心で愛を叫ぶでは白血病に侵されたヒロインを演じるために映画版で同役を演じた長澤まさみ同様剃髪を行った。他にも作中の描写に合わせるために体重を増減させるなどの役作りをした。ガオアオ三好を収録中人生について考えることが多々あったため、共演者の児玉清と深夜まで人生について語り合ったことが何回もあった。綾瀬の祖母の姉は1945年8月6日広島市への原子爆弾投下で亡くなった。2005年戦後60周年特別企画のドキュメンタリー広島で広島の実家を訪れた綾瀬はそれまで決して原爆のことを語らなかった祖母から初めて話を聞いた。2014年8月
広島帰省中に広島市北部の山あいで土砂災害が発生。綾瀬は母校の中学校や友人の安否確認をしたわずか3日間の滞在だったが、家ではナスとかトマトとか家の畑の野菜を使って両親のためにいろんな料理を作ってあげたという。脚本家小説家の和田亮は小中学校の同窓である2014年、和田亮との対談で綾瀬は広島に帰省したら大かむりして農作業をしていて、出荷するためにグラムを測って、水菜の場合は短い葉っぱ、ほうれん草の場合は周りの茎を取って根を短く切って真ん中が高くなるように並べて袋に入れてシールで封をする作業が好きと述べている。2011年の東日本大震災とそれに続く福島第一原子力発電所事故を受けて制作された。2013年の NHK 大河ドラマ八重の桜で主人公となる会津藩出身の新島八重を演じて以来、福島県を中心とした被災地の支援活動を継続している。司会を務めていた2013年の紅白歌合戦では NHK の震災復興支援局歌は作を歌唱し、2014年からは綾瀬が福島県内各地を訪問して地域住民との交流を持つ福島に恋してが断続的に NHK で放送されている。会津若松市で毎年開催される会津祭りには、2014年から市内をパレードする会津藩工業列への参加を続け、新型コロナウイルス感染症状の世界的拡大で行列が中止となった2020年でも屋内行事に出席して7年連続でのイベント参加となった。引き続き限定開催となった2021年は主催の会津まつり協会が綾瀬の招待を見合わせたため連続での参加が途切れた。2022年3年ぶりに例年規模で開催された会津藩工業列に綾瀬も登場し、3年ぶり7度目の参加となった。俳優の綾瀬はるかとストーンズのジェシー、かねてより交際が報じられていた2人がアメリカラスベガスへの4泊6日の旅行に行っていたと9月12日発売の女性セブンがスクープ。話題沸騰となっている。ジェシーと綾瀬の熱愛は2ヶ月前の7月24日ニュースポストセブンの報道で明らかとなった。23年公開の映画リボルバーリリーでの共演がきっかけで親交を深め真剣交際に至ったと記事では伝えられていた。ジェシーは堂々と交際を認めるコメントを出し、綾瀬の事務所も交際を否定することはなかった。9月上旬の昼下がり、成田空港を歩く綾瀬の姿、その綾瀬から遅れること20分後に成田空港の到着ロビーに現れたジェシーの姿も掲載されている。今回報じられているラスベガス旅行は単なる海外旅行ではないと見られています。というのもジェシーさんは東京出身ですが、父親がラスベガス出身で同地には親戚も多く住んでいる。つまり今回ジェシーさんは世間が2人に注目しているタイミングで交際相手の綾瀬さんをもう一つの実家ともいえる場所に連れて帰った。普通の恋愛ではない意気込み、結婚の覚悟も決めているかのような行動ですよね。交際や結婚は個人の自由だが、ジェシーはスタートエンターテインメントと契約しているアイドルグループストーンズの一員、アイドルのファンにとって推しの熱愛はとてもデリケートな問題である。事実、ジェシーさんと綾瀬さんの交際が報じられた際、一部のストーンズファンはかなり荒れていました。荒れた理由は大きく分けて3つ。1つは本人なりの考えはあったのでしょうが、ジェシーさんが交際についてあまりにも堂々と活ジョークのようなコメントで認めたこと。2つ目は後に謝罪しましたが、ブログで個人とグループ活動は別という趣旨のコメントをしたこと。そして3つ目はタイミングの悪さですよね。今年の7月に綾瀬さんとジェシーさんの熱愛を報じたが、それから約2ヶ月後の9月上旬2人は4泊6日のラスベガス旅行に行っていたようで、成田空港内を時間差で歩く姿が目撃されています。2人が旅行先にラスベガスを選んだのはジェシーさんの父親がラスベガス出身だという理由のようです。親戚の多くがラスベガスに住んでいるそうで、里帰りも兼ねての旅だったのでしょう。恋人を連れて里帰りしたということは2人の結婚もタイミング次第といったところでしょうね。
順調に進んでいる様子の2人の交際だが、この報道にストーンズファンはただならぬ怒りを抱いているようだ。ストーンズは今年で結成9周年で CD デビュー5周年を迎えました。来年は節目となる結成10周年。特設サイトではバイブスをぶち上げる2年間と歌っているように、グループとしての活動をさらに盛り上げようというタイミングだったのです。しかもジェシーさんにとどまらず、9月上旬には文春オンラインにメンバー森本慎太郎が女優森川葵との熱愛を報じられました。ファンが怒るのも無理はありません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。